い、こんばんは、五右衛門さん宅です。今日はですね、こちら何だと思いますか？栓抜きになります。で、私はですね、こういったあのアンティークの骨董品みたいなのも好きでですね、こちらは、フランスパリに行った時にドミノ市で購入をしました。結構可愛いですよね。真鍮製で結構ずっしり重いのが特徴。まあそれはちょっと置いときまして、今日はゴローズのインダイイーグルリングのご紹介をしていきたいなというふうに思います。でこちらはですね、インダイイーグルのこの角バージョンになります。実際確か丸型もあって、でこのイーグルの部分がシルバーのタイプも確かあったというふうに思います。で15年前ぐらい、まあ私大学生頃なんで15年前ぐらいに購入はしましたが、その時で2万5千円か、ちょっとその辺ぐらいの価格帯というところでございます。いかがでしょうか？このイーグルがね、もう可愛すぎなんですよね。結構ナバホのインディアンジュエリーとかにもよくこういった、それがサンダーバードって呼ばれるスタンプがあったりとかするんですけども、このねイーグルが可愛いんですよね。いかがでしょうか？で、実際はですね、こちらゴローズに入っていて、カウンターのところで、以前はタトゥーがいっぱい入ったアフロの店員さんに、これが飾ってあったので、これ購入できますかって聞いたら、サイズ出すねというような感じで出してもらいました。出してもらって、実際ちょっとこうやってはめてみるとですね、この横にあのスタンプがあるんですよね。見えますか？こういったこのスタンプがあってですね、でこのスタンプの意味って何なのかなと思って、その男性の店員さんに聞いてみると、いや意味ないよみたいなあの特に意味ないよみたいな感じで返答がありました。まあその時ちょっと混んでたからかもしれないんですけども、まあ、そういった意味ないというあの返答というところでございました。まあただですね、私このスタンプ結構好きで、このスタンプの模様がですね、どっちの両サイドにあるんですけども、イーグルを挟んでこの横のスタンプっていうのがとてもね可愛いんですよね。で元々はこうピカピカしてて、この部分もそんなに今ほど全然黒くなかったんですけども、使っているうちにこの溝の部分が黒くなってきて、まあ、スタンプが浮かび上がるような、デザインが結構気に入っております。でこのイーグルの周りの部分もですね、こちらはシルバーなんですけども、シルバーの部分がもう真っ黒になって、逆にこのイーグルの金の部分が浮かび上がってきております。すごいかっこいいリングになっております。でまあまあ使ってはいますけども、そんなに黒くなってないのかなっていう感じがします。あのイーグルリングとかよりも全然まだピカピカしてますね。15年ぐらい使ってますけど、で、まあ、内側はまあこういった黒ずんだりとかもしてますけども、まあ全然綺麗な感じでございます。で実際つけてみますとこんな感じになります。いかがでしょうか？私よくいつもこの薬指につけてますが、結構可愛いんですよね。で私これ購入した時はですね、確かね、サンダーリングと同じようにこの角型のインダイのリングで、サンダー、稲妻のマークのリングと、あと熊の手と呼ばれるあの熊の手の形をしたインダイリングがありました。でそれどちらもね、確かシルバーだったと思うんですけども、しかも値段もですね1万2000円とか結構安く当時あったと思うんですよね。まあ、最近ちょっと出てるかどうかっていうのが分かんないんですけども、当時それは、いいなと思ったんですけども、確かねお金が足んなくてその時買わなかったんですよ。まあいつかすぐあるだろうなと思ったら、その後全然出くわさなくてですね、で今もう購入には至ってないというような感じでございます。いかがでしょうか？で私ゴローズのねリングもいくつかは持ってるんですけども、その中でも結構これ気に入ってて、まあ、ちょうどこの薬指につけられるっていうところも気に入ってるんですけども、このねやっぱりイーグルの形というか、この金の部分の形がすごく可愛いですよね。もう何回見ても可愛い。実際ここ全部太いわけじゃなくて、この内側はねこうキューッと細くなってるので、こう指輪こうやってはめてても
こう握った時もね全然こう握りやすいというか全然ここがストレス感じないというような感じになっております。まあ、結構ねシルバー製品で、まあ、平打ちブレスとかはあんまりスタンプないですけども、あの結構スタンプがシルバーとかね、あのアローとかユーミのマークとかがあったりするんですけど、こちらは全くそういったシルバーのスタンプとかはなく、もう本当にシンプルにもう内側は何も鏡面仕上げというか、スタンプはないようなリングになっております。いかがでしょうか。まあ、この平打ちブレスとこの、コンチョブレスに合わせるとこんな感じでやっぱかっこいいですよね。金とシルバーのこの引用というところも含めるとやっぱりこれが王道というか、まあ、私は好きな組み合わせでございます。今日はこちら、インダイのイーグルリングのご紹介というところで、終わりたいなというふうに思います。この動画気に入っていただきましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。で私の好きなこういったアンティークも今後は随時出てくると思いますので楽しみにしておいていただけるなというふうに思います。以上、五右衛門さん宅でした。